宝木駅は、鳥取県鳥取市ケタ町宝木にある、西日本旅客鉄道山陰本線の駅である。快速列車は、米子方面行きは、約半数程度が停車するが、鳥取方面行きは2本のみの停車である。短式ホーム1面1線と島式ホーム1面2線、合計2面3線のホームを持つ、地上駅。駅舎は、単式の1番乗り場側にあり、ホームの連絡は、 古戦協による。2003年の鳥取県鉄道高速化事業では一線スルー化工事が行われなかった。鳥取鉄道部管理の簡易宅駅であり、朝と昼間のみ窓口発見を行う。駅構内に、山陰合同銀行宝木代理店があったが、2018年7月16日を、もって廃止された。便所は改札外に、男女別の推薦式便所がある。 上り本線は1番乗り場、下り本線は2番乗り場であり、通常の発着には、この2線が使われる。3番乗り場は、上下副本線であり、通過待ちに使われる。2009年3月13日まで設定されていた、平日の鳥取駅東駅間の区間列車は3番、乗り場で折り返していた。鳥取市統計要欄によると、2019年度の、 年間の乗車辞任は5.4万人で、1日平均の乗車辞任は148人と算出できる。近年の乗車辞任の推移は以下の通りである。快速、鳥取、ライナーの隣の停車駅は列車記事を参照のこと。ありがとうございます。